Welcome back! お帰りなさい。マレーシア在住、歩くパワースポット代表ライトワーカー、ともです。では、鳴らしていきまーす。あ、ちょっと待って、鳴らなかった。ごめん。Good morning! お疲れ様です。おはようございます。今日は、江ノ島の参拝動画を、でも本当に参拝動画だけを作ってみました。本当に江ノ島が大好きで、本当にね、テーマパークだと思っているんですけど、そう、なんか前に江ノ島に訪れた時の、まあ、訪れた際の動画を上げたんですけど、今日はなんかその、まあ、歩いてるところとか全部カットで、その本当に参拝できるだけの動画を作りました。なので遠くて行けないよっていう方とか、まあね、海外に住んでてなかなか行けないよっていう方のために作ってみました。なので参拝、遠隔参拝、リモート参拝ができるようにしておりますので、ぜひやってみてください。はい、まず、まあ、二礼ですよね。二礼してから二拍手して、日頃の感謝、まずあなたのお名前と住所をお伝えして、まあ、生年月日も伝えたらいいと思います。まあ、それは私はどっちでもいいかなって思っていて、でも伝えた方がなんかより詳しく神様に分かると思うので、やってみてください。でその後に日頃の感謝をお伝えすること、これがね本当に大事で、なんかお願い事ばっかり言うよりは、なんかいつも健康に過ごせていることとか、私はいつもね、まずこちらに来られたことに本当に感謝していますということを伝えています、うん、でいつもサポート応援していただいて本当にありがとうございますということを伝えています。で、まあ、神様にとっても今日も素敵な日、なんか、ね、素敵な日になりますようにみたいなことを言っております。でその後になんか私自分の、まあ、願い事、こういうことをしていきます、こういうことをしています、こういうことをしていきますのでみたいな感じで、よろしくお願いしますみたいな感じで私はお願いしています。でもね、どれがね正解っていうのはちょっと私もなんかどれが正解ですっていうふうには言えないので、まあ、自分のなんか、ね、ピンとくる、なんかいろんな方がそれも言っていると思うので、なんかね結構過去形で言ったりとかするといいとか、過去形とか現在進行形なりつつありますとか、なんかそういう感じで言うのがいいっていう人とかもいるので、まあ、それは皆さんにお任せするんですけど、私はこういう風にしていますっていうことを今参考までに聞いていただければと思います。はい、でそう、最後にまたお礼して一礼して終わりです。はい、なんかね、友達とかでさ友達がね、どういう格好、なんか寝ながらとかでもいいのみたいなこと言ってたけど、いや寝ながら、まあ、リモートだけどやっぱりなんかね寝ながら参拝に行かないよねって思うので、まあ、あくまでも家とかなんですけど、まあ、服装とかはね、まあ、何でもいいと思いますけど、でもやっぱり神様は綺麗好きだし、綺麗な格好とかをしてやっぱりしていただいた方がより神様の目に留まりやすいんじゃないかなって私は思っております。まあ、でもそれはね、あなたがこれがいいんじゃないかということであればそれがいいと思います。はい、でも私は結構ちゃんと清潔な服で参拝しております。リモートの参拝でも、もしまあね、はい、そういう感じでしております。はい、なので作りましたので、ぜひお願い事してみてください。参拝をしてみてください。時間が足りない人は静止してやってみてください。いろいろこう回ったところをそこだけやっておりますので、参拝していただければと思います。ではどうぞ。
皆さんの願いも神様に届きました。皆さんにとって今日もとってもとってもとっても素晴らしい日になりますように。では最後まで見てくださって本当にありがとうございます。ではこれからも応援していただけるようなメッセージを届けていきますので、ぜひ応援恒例と応援をよろしく応援をしていただけるととっても嬉しいです。登録がまだの方はぜひ登録をしていただけると嬉しいです。では今日も皆さんにとってあなたにとってとってもとってもとっても素晴らしい日になりますように。ではいってらっしゃい。 Have a wonderful day. Thank you so much for watching. Have a wonderful day. また言うってね。 Wonderful day. お仕事だった方はお疲れ様でした。じゃあね、バイバーイ。